皆さんこんにちは。今回はメモリーデフラグなんとかオーダー引いていこうかと思うんですけど、これなんかメモデフのコラボなんで、コラボ、こういうコラボのやつってここで手に入れとかないと、もう今後もう手に入んないかもしんないんで、まあ、ちょっと引いていこうかと思うんですけど、この肝心のコラボ相手のこのメモリーデフラグって、すでに刷新したゲームなんですけど、コラボ相手がもうすでに存在していないというね異質なゲームですね、この SAOIF っていうゲームは。まあ、とりあえず、引く前に、どういうスキルを狙っていこうかと思っているかっていうのをちょっと、お伝えしようかと思うんですけど、俺このアスナですね、これが一番欲しくて、でなんでこれが一番欲しいかっていうと、まあでもどうなんだろう、強い人からするとマジ大したことねえって思うかもしんないんですけど、クールタイム減少のやつ持ってるしみたいな思うかもしんないですけど、俺コネクトの片手再建のクールタイム減少のが持ってなくて、でまあ369減少していくんですよ。コネクトチェーン効果って言って、連結分を当てるごとに発動するんですよ。スキルクールタイムがどんどん減少していって、で、非属性スキル連結させて打てば、その度に246と、減っていくということで、まあ、369なんで、3足6足9で9、18、18秒か。で、さらに、まあ、全部非属性当てると246なんで、6212、これ全部当てれば、30秒ですね。30秒減少するんですけど、この30秒っていうのが、今、その火力ってフルバーストが、出るじゃないですか。で、フルバーストって、大体その、なんていうんですかね、バースト時の、クールタイムが、30秒とかなんですよ。で、まあバースト時のクールタイムとかフルバーストだからどうでもよくねって思う人もいるかもしれないですけど、長期戦になると、フルバーストで打った後、普通のバーストスキルとして使うことになるんですよ。で、そうなると、この毎回このバーストのクールタイム待ちになるんですよ。だから、なんか、モッドが主力になっちゃうみたいなこともあるんで、なかなか、打てないという感じですね。まあ、なんか、こういうやつは、これはね、クールタイム15秒なんですけど、30秒のやつもあるんですよ。これは何秒だ？これクールタイム18秒か。15秒。これ15秒。あ、これアビリティか。あ、でもやっぱこれがね、こういうバースト時30秒とか、まあ、フルバーストに限らず、なんかその強いバーストスキル、これはほら、これね、30秒とか、あるんで、今後やっぱそういうクールタイムが30秒超えてくるようなやつとか出るとやっぱ使いにくいんで、俺はなんかあった方がいいのかなって、やっぱこれがあるとやっぱその対応できるそのバースト、すいません、今ちょっとなんか動画撮ってる途中で身内がちょっとうるさくて身内の声がちょっと入っちゃったんで、動画編集でちょっと消しました、すいません。話してる内容が飛んじゃってまあとにかくこれ30秒減少するんで、まあ欲しいってやつですね。で、次、この勇気のアビリティですね。で、これは覚醒じゃないんだね。覚醒じゃなくて、突攻撃時に500上昇と。で、この固定チャップに加えて、攻撃力 20% 上昇と。ただ、HP が 50% 以上で使うんで、まあ、弓ではまず使わないよねってやつなんですけど、まあ、これがなんかトイレットペーパー持ってるみたいに見えるって、おっしゃられてる方がおりましたけれども、まあ、大体片手再建か、まあ、槍になるのかなと思いますね。これ使うとしたら。もう固定値とパーセントがついてるっていうのが、すごくいいんですよね。固定値にパーセントがかかってくるんで。で、
同じセット内のアスナー枚数 ×10% 非属性ダメージが上昇と、アスナー4枚ぐらいつけると非属性 40% 上がるんで、あの片手再建であのソードスキルが4枚アスナとか、アビリティがアスナ1枚入れるとか、あのそういうことすると 30%40% とかいくんで、固定値500と攻撃力 20% 上昇と、この非属性ダメージ何十パーとかもついたら、これめっちゃ強いんじゃないかなと思いますね。あとこれですね、ボーデバ。ボーデバ5でね、すごくいいんですよね。で、しかも、ストーム V アークと。この V アークっていうのが、すごくモーションがいいんですよね、速くて。で、風属性の鬼バフまでついてるんで、まあ、これで鬼バフ入れながら、まあ、戦うとか、まあ、そういうのにも使えると。で、風属性、確か今回のギルラン、風、残風だったかな、弱点。なんかクジラかなんかの。それ用なのかな？なんか、これまだちょっと見に行ってないんですけど、なんか新しくね、ボスが出ましたね、このクジラのやつ。まだ見に行ってないんだけどね。ちょっとわかんないですけど、これあれですね、デスガンのあれ、あ、でもメモデフやってた人はこういうイラスト知ってるのか。俺もうメモデフはね、ほぼやんなかったんですけど、なんかパリがあるとかで、なんか面白いらしいんですけどね。なんかやってみたかったな。なんか、やろうとしたらさ、もうなんかオフラインでももうできなくなってて、なんかダウンロードできなくて、なんかすでにダウンロードした人しかできないらしくて。で、これ、あ、そうそうそう、これなんですよ。スキルクールタイム30秒じゃないですか。だからさっき言ったような、この非属性スキルで、裏セット片手再建にして、クールタイム減少して、で、これで、バーストを打つと。で、4つ目が土なんですよ、発動条件。で、土だから、まあ、これは10突して、なんとか、最後の条件をカットすると。で、バースト時のブレイクゲージ、ブレイク値が94なんで、これモーションなんだろう。スパークス、ボルトバースト。ボルトだからあれ早かったっけ、ボルト。どんな感じか忘れたんですけど、あ、通常時でもあれか、非属性強化バフと一つ強化バフがつくみたいですね。で、これあるとね、自分が火傷の時は、これか、HP 少ないほど攻撃力上昇する最大 200%。これめっちゃ強いんで、まあ、カオスグリーンアイズとか、これ突飛なんですよね。使ったり、まあ、今で言うと、あれですね、初心者、始めたての人か、始めたての人の手伝いに、85層行ったりすると、これでね、速攻で倒せるかもしれないですね。何よりね、これ普通のバーストじゃなくて、フルバーストなんですよね。それがいいね。で、やけどの時に、効果発動するんで、85ソフローブスでやけどもらったりとか、カオスグリーンマイズが状態上何なのか忘れたけど、まあ、とにかくあれだな。これ。これが、すごくいいと。全部欲しいですね。正直、まあ、全部出るまで回したいんですけど、ちょっとお金足らないんですよね。まあ、本当だったら、こっち引きたい。あ、ちょ、これじゃない。これ引きたいんですよ。なんで引きたいかっていうと、この極光輪俺持ってないんですよね。極光輪。で、まあ、俺最近バイト始めたから、まあ、そのうちいっぱいお金貯めて、まあ、ガチャいっぱい回そうと思ってるんですけど、でもこればっかりは今引かないとあかんので、こっちを優先するんですけど、こっちもね、あとこのリズベットのバフとかもいいし、始めたての人はこのパワーライズ、ぜひ狙ってみるといいかと思うんですけど、ステップ4なんでね。まあ俺はちょっとね、こっち、もうね、CT 減少の片手最近コネクトはね、なんか、まあ人権じゃないけど、もうティア1みたいなレベルだと思ってるんで、こういうの、コネクトチェーン。なんで、まあちょっと、一周はね、最低でも引いてって、でね、ちょっとどうしても我慢できなかったら、まあ、最近バイト始めたから、まあ、1万ぐらい課金しようかなっていう感じなんですけど、これさ、全部飛ばすかな。お、これなんか、なんだこれ、
ビズケット。お、カタリサイキン来た。カタリサイキン、おー。はい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 。もうこれさ、出ない雰囲気出てきたね。これさ、俺思うんだけどさ、あ、そうそう、最近さ、あれなんですよ。なんかあの、最近今始めたバイトの一つ前のさ、バイトでさ、あの、あれなんですよ。SOIF さ、スマホに入ってる人いたんですよ。で、その人さ、今何層って言ったらさ、なんか、81層で倒せなくて止まったって聞いて、あ、ちょっとそうなんですよね、なんかすいません、みたいな。なんか、ストーリークリアした後もアホほど周回してるっていうのがちょっと、なんか、もうなんかそれが普通だと思ってたけど、なんか結構頭おかしいレベルなのかなってこう、常人からするとあれなんかなって。あの、なんかね、やっぱね、その、スマホゲーに、あの、5000とか8000円とか課金しただけで、やべえみたいな、そういうの聞くと、あ、なんか、なんか俺って、俺でもかなりさ、強い人からするとめっちゃ弱い方なんですよ。だけど、俺でもかなり頭おかしい方なのかなっていうのをちょっと感じましたね。ちょっと普通の感覚っていうのが、俺でもちょっとなくなってきてんのかなって、なんか結構、何気さ、俺あんま課金してないって自分では思ってたんですけど、あの、総課金額で言うと、なんかもしかしたらね、全然スマホゲーに課金しないっていう人と比べると随分ね、入れてるのかもしれないですね。まあでも最近はね、もうニートをね、やめたんでね、感謝の160円がね、買えるという感じで、お、なんだろう。お、通常の課題特権だ。あ、持ってるね。うん。なんか勇気の格好をしたらしいのでね、片手直剣ではすごく珍しいアスナのスキルなんですけど、普通入れないよねっていう、アスナ条件とか満たせるんだけど、覚醒じゃないから、そんなもん入れる余裕ないよっていう感じのスキルで、まあなんか、ほんのちょいスイッチ溜まるんですよね。ほんのちょい溜まる。でも全体攻撃なんで、なんか、何で使ったっけな、俺なんかで使って、指輪のあれ、周回だっけな。なんかで使った気がするんですよね。なんだっけな。なんかのモグ狩りかなんかで使った。忘れたけど。アサルトかな。なんかね、スイッチ値が低いんだけど、本当に複数体5体とか、一気にまとめて攻撃すると結構上がるんですよ。さっきの、紺野先行勇気だっけ、ね、名前が、紺野だから、あれ、勇気って本名紺野だっけ、あ、そういえば、勇気ってかこういう本名の話があるんだけどさ、なんだっけ。小春の本名ってさ、本田小春って言うんですよ。俺のいるギルドの人たちさ、青木月夫と白騎士団って言うんですけど、今、俺いるところ。その人たちさ、ソロカオスやってる時にさ、小春がさ、なんか、うまく、何連携してくれない時、おい、ホンダーって叫ぶんですよ。おい、ホンダーホンダ小春だから、ホンダって言うんですよ。小春じゃなくて。ホンダー俺も最近ちょっとね、ホンダーって叫ぶ感じ。おこれは買ってるわけじゃないけど、お、何コネクトもっと、あれだ、中華だ、中華。おー、来た。よろしく。おー、ボイスもね、来た。俺、これ持ってない、欲しかったんだよね。これが10連目ですね。これ、バースト、フルバーストか、だったら嬉しいんですけど、あ、これが買ってるわ、これ。片手コンっていうことは、ホーリーホースの、残弱のやつがあったら嬉しいけど、新規ピックアップなのか、あ、でも、だから来るか。おお、あ、これはこれで、めっちゃ神引きなんですけど、これ全然ピックアップ関係ないですけど、俺これ持ってなかったんですよ。で、これもめっちゃ欲しかったんで、これ85層手伝うのにすごくいいですね。まあ、とりあえず一周は、まあ、してみますか。うん、まあ、これね、パワーライズ出てもまあ悪くはないんですけど、
あの覚醒の非属性のパワーライズって俺結構持ってるんですよ。あれフレームコンバージョン5だったっけ。フレームコンバージョンがなんとかコンバージョンっていうのがパワーラさんの覚醒にはよくついてるんですけど、なんとかコンバージョン4っていうのが多かったのかな、だった気がするんですよね。で、なんとかコンバージョン4と5って被らないんで、あ、やべ、連打しちゃった。何、効果名が被らないと同時に発動するんですよ。だから、まあ欲しいなっていう感じで、同じパワーライズさんなんですけど、パワーライズさんの方は被ってもいいから、まあ入れようかなみたいな。被ってもいいから。まあ、そういうのもあるんですよね。まあ、一番いいのは、なんか、フレーム、なんだっけ、ブースト？フレームブースト。一番いいのかな？フレームブーストとか、まあ、あったら、すいません、俺今、動画撮ってるのが道路沿いなんで、車の音とかしたら、すいません。もうとりあえずこれ受け取っちゃって、で、ちょっとね、忘れてたんで、一応、ステップ5を引く前に、キリサエさんにね、一礼二拍手。あ、拍手これ。おめでとう。これ、ここで祈願します。ありがとう。よろしくお願いします、キリサエさん。で、こちらで、ステップ5ですね。これで、これが欲しいですよ、これ。これ。もう、どれが出ても嬉しいですけど、新規ピックアップは。っていうかもう全部ね揃えたいんですよ。一気に1万課金しちゃおうかな。最近ねバイト急遽で代わりに6連勤の人がいたんでちょっとかわいそうだなと思って8時間分くらい1日代わってあげたんですよバイトだから 1回ぐらい1万課金してもよくねみたいな感じがあるんで、でね他の日もねバイトする時間ね伸びたりとかしてるんで、ちょっとどうしようかな。来月なんか1日8時間で週5日とか働こうかなと思うね。せっかくねニートをね脱却っていうかニートやめたんでね、これでね普通にさ周回するよりさ絶対出力集まった方が強いと思うんですよ。もういわばもうバイトがイフの集会みたいなもんなんで、スキル、あのアルカナジェム稼ぎの集会みたいな感じで、もう立てはいいや。これだ！あ、弓か！新規ピックアップ弓か。あ、じゃあカオスグリーマイズ。この演出俺好きなんですよね。これボイス全部一緒やん、毎回思うけど。おー、ボルトか。ほうほうほう。まあまあ、でも全部悪くないんで、とりあえず、弓、これどれだっけ、ちょっと変な、あれこれか弓。これか。なんかちょっと名前変な風にしちゃったから、ちょっとわかんないですよね。これが、これか、ボルトちょっと見ますか。ボルトじゃない、なんか、ナルトの、なんか、次回作的なのであったよね。あー、へー。なんか、おもろいな。え、これさ、ヒーヒーとつ、土か。ヒー、だから、これが、ヒー、あ、違う。風。この、弓、あ、どっちも風か。ヒーヒートツで入れたいから、やっぱ10トツしないとあかんって感じですよね。あ、2000か。じゃあ1万入れるか。うん、1万入れちゃいます。やべ、久しぶりに1万円課金した。もう1回回します。やべえだろ、俺。まあ、やばくはないけど、まあ、やばいのか。まあ、どうなんだろうね。めっちゃ強くて1ヶ月で5万円ぐらい課金してるって言ってたけど、1万課金するだけでね、随分やっぱ違うよね。だって一周できるもんね。
いや、そうだ、あれイベント回ってないから、イベントでジェムを手に入れてって感じになるかな。あーでもバイトしててよかった。俺前はね、ちょっと前まではあの IF あの楽しくないとか苦しいただの作業とか思ってたので、最近はね知識が増えてきたおかげでめっちゃ楽しいんで、俺何もかもね楽しい、何もかもじゃないけど、なんかその、まあ、道中のモグ狩りにしてもなんかもう毎回ね違うっていう感じがするんですよ。毎回同じ作業だと思ってたのがもう全然違う風に見えてきて、世界がというかなんていうか、これでね、まあ、まあまあまあステップ1なんでまあいいでしょう。いやもう一周できるってだけでもう気持ちいいな。なんか本当はね、あの100万円ぐらい課金したいんですけど、あれだな、自分で店開こうかな。今働いてるバイトのやつで今ちょっとね、あのお店についてもうちょっと勉強して、自分で店開いてあのいっぱい稼ごうかな。そしたらいっぱい課金できるかな。どうしよう。まだねちょっとねバイトでねあんま入ってないんで、来月からいっぱい入るのでね、ちょっとね確認したいなってそれで思いますけれども、あーもう出ないね。やっぱり確定枠以外ってこんな出ないんだね。なんかでもなんか前もちょっと出た、でもさっきあれだって言ったか、あの中華風のシノンと悠久の花、これ次何確定枠か、あれこれかあれしよう、ステップ2か、ステップ2、はい、じゃあステップ3いきます。こちら2周ぐらいはねしようかな、さすがに。あと1万も課金はしたくないんだけど、でもなー他のスキルは後でね、例えばバースデーに大量に課金してさ引いてさっていうのがまあできなくはないんですよ。ただこのネオデフオーダーに関してはもう今手に入らない、入れないともう後がないと。片手最近来てくれ頼む、来てくれ頼む、マジでこの変わり映えのしないガチャ風景、ガチャ風景はまあ別にもう掘らなくていいんだけどさ、前なんか文句っていうかあり、あおお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 いいねいいね、確定枠以外でまあ来てくれたのは大きいですね。ボーデバゴーだよね、 V アークの、ああいいんじゃない、まあまあうん、これでさらに片手再建まで来てくれたらもう言うことないですね。まあ、いや、言うことしかないですね。嬉しすぎて、逆に。これがまだ確定枠じゃない。次確定枠か。ステップ3でも多分。お片手最近怖い、おピックアップ、ピッカ。何運命を告げる雑魚、運命を告げる雑魚来た。雑魚、運命を告げる雑魚いらんわ、マジで。マジ運命告げなくていいから、この雑魚マジで。過去を受け止める強さ、あーなんか強そう、受け止めてるこいつ。もう運命つ、もうあなんかこれのなんかタロット最近出たよね。もうどんだけ運命告げるんだよマジで。運命はもういいよ告げなくても、運命告げるよりももっといいスキルくれよマジで。決意の剣、おけつき馬王ですね。おけつき馬王はもういらん、もう、あでも小敵になるからまあ悪くはない。真実の読み、真実ってさ字が違うんだよね。この真実ってさどういう意味の真実なの。気分上々、気分上々だ、なんとかで足りない。ステップ4か、縦はまあ飛ばしていくも、あこれパワーラさん、あ違う、パワーラさんは水鉄砲オーダーか、あれ俺待って、俺パワーラさん入ってるとか言ってた、もしかして違うオーダーの話し、あ持ってる、いらんいらんいらん、お来い、来てくれ頼む。あーまあメランコリーになるわ、こんなん見てたら。
メランコリー案件ですから。これ、何これ、あー、はい、もうやだ、もうやだ、もうこのさ、このクソゲー大好きなんですけど、この大好きなクソゲーで、クソ、爆死ゴミ引きっていうの、なんていうのいや、でもね、爆死しても続けるよ、俺、このゲーム。最近楽しいと感じるんで、本当に。もう槍も飛ばしましょう。もう盾も飛ばしましょう。まあ、ろくなの来ないやろ。うん。あれ欲しいな、突属性の勇気のやつ。もう片付けもいいや、飛ばそう。アビリティは、あれか、さっきの突誤射性能が来るかもしれない。片手再建、おぉ、片手再建、声お願いします、お願い、マジで来てよ。1万も入れたんだからさね。1万も入れたらさ、確率ちょっと上げてくれてもよくない、マジで。ステップ5しちゃうぞ、これ。あ、次だ、片手再建。はぁ、マジ。舐めてんやろ、これ。なんで？なんか課金するほどいいの出ないよね。もうやだ、これ。まあまあまあ、俺一番欲しいのこの片手再建なんだけど、それをステップ1だけ引こうかな。引いちゃおう、もう。ステップ1でも、もう多分あんま出ないと思うけど、出ないっしょ。いや、もう全部飛ぶ。ああ、飛ばすと、あれかな、出にくいとかわかんないけどね、マジや。やめて、マジで、これ。あ、お、これ来るか？これね、このさ、来い。あ、もうやだ。これ、うんこ。マジでうんこゲーじゃん、これ。もうなんか、あれだよね、いい時はさ、めっちゃ喜んで、ありがとう、これ神ゲーですとか言ってね、こういう時はうんこゲーですとか。めっちゃ手のひら返しするっていうか。このゲーム課金しない方がいいんじゃない、マジで。出ないよ、いいの。あれ、まあ、そうだよね。あ、もう、はいはいはい、もうやだ、もうこういうことすんの。こういうことすんなよ、マジで。え、これ。マジ舐めてっから、これ。え、これ何？一突してんの？まあでも、一突、もう、ボーデバー5、一突か。まあ。これは、今日か。あれ、なんでこれ。あー、そういうことか。俺、もう勢い余って6突したやつじゃ、これ。間違って、5突するはずが6突しちゃったやつよ。これはね、これは素直に嬉しいんですよ。この、悠久の花。あと、まあ、運命を告げる雑魚はどうでもいいんだけど、このね、注文の看板娘はね、嬉しいね。嬉しいんだけど、一番欲しいのじゃないんですよ。あと1万ジェム、1万ジェム入れようかな。あ、でも、1万円のお得パックが、そっか、3日後くらいか、買ってから、なんだっけ。なんかそんな感じだった気がする。あ、違う、3日後じゃねえや。なんか何日に来るとか決まってんだよね。あの、アルカナジェム大増量キャンペーンっていうのが、これ7月10日じゃないですか、前回。で、その前が15なんで、これ5日ごとに来んのか。で、これはね、このね、違う、160円で250ジェム毎日なんですけど、これが、あの、5日ごとに、来るんですよね。これで来てから、課金しようかな。もう他の人の代わりにバイト入りまくって、ちょっとこれ、どうしても欲しいんですよ、これ。もうどうしても欲しい、マジで。もう、何が何でもこれ欲しい。俺、片手再建の、CT 現象持ってないんで、これいつまでだろう。8月7日？今日が7月、12か。まだ余裕あるね。これが？あ、これ月末か。こっち先引いた方がよかったかな。いやでもこっちだな。で、さっきもさ、やべ、俺、ま、なんかさ、違うオーダーの、なんか弾いてるとき、こっちが出ろ出ろとか言ってたけどさ、
違うオーダーのやつも、俺前もなんか他のオーダーと間違えてた、弾いてる間。まあいいや、どっちかっていうと爆心の部類に入る。いやでも、ね、これはね、これカオスグリームアイズやりやすいんで、まあ引きが悪いとも言えないんですよ。これもまあヤシャ手伝いに行くときいいし、これも、まあ、残弱のボスでタンクやるとき、まあ、100層フロアボスとかもいいし、まあ、悪くはないんだけど、俺的にどうしても一番欲しかったやつが取れなかったんで、まあ、とりあえずセルフィッシュオッサ周回してジェムを、あとこれか、あこれ取れんじゃん。お、いいねいいねいいね、これ取れんじゃん。でオッサプレート、あこれも全然やってないんで、これでジェムを少しでも稼いで、課金して、あ500もらえんだ。まあ、これでなんとかね、行くしかないですね。うん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作れるようになるけど、ドライブでした。